はいどうもこんにちは、こんばんはです。ポケットモンスターサワヤ実況パート26ですかね、やっていきますが、前回サワリゾーンに入ろうとしたら、お前はポロックケースを持ってないからダメだと言われまして、こちらの極秘ルートで、またもや、ね、極秘ルートを使って、ポロックケースの場所を調べたところですね、カイナスティの、ポケモンコンテストの会場にいる女の子からひったくれと書いてあったりましたので、今から泥棒しに行こうと思うんですけど、ここだね。ここ入れば泥棒できるでしょ。でこの女ガキ、あなたのお友達は木の実持ってる？あそこにいる木の実ブレンダーという友達と一緒にポロッコつけて楽しいわよ。違うわ。じゃあこっちの女か。2つあるからこれ1つあげる。やった！ポロックゲット。で、ポロックはどうやって作るの？あ、この女に話しかければいいの？コンテストで優勝すると壁にポケモンの似顔絵を名前で貼ってもらえるのよ。あ、コンテストいいね。木の実ブレンダー。あ、通信しないといけないんだ。でコンテストってさ、何あの、あれでしょ、なんか技にさ、振り分けられてるんでしょ、もうすでに。あんのかな、うち、ちゃんと。なんか全部いい感じになってる子は。あ、いないね。残念だね。これ、ちゃんとなってればね、ちょっと、ワンチャンと思ったんだけど、残念ですね。まあ、なんか、コンテストもね、そうね、時間あったら、やりたいけど、ボックスにもいないのかな。いたわ、一人。あれ舞子さん。あちゃー、強い。あー惜しい。あ、お前もかっこいいやつばっかりいるじゃん、ここ。あ、一つ前のポケモンとアピールとタイプが同じなら気に入られる。ソニックウェブノーマルタイプか、ワンチャンあるな。アピールがうまけたポケモンをみんなをかなり驚かす。自分の前にアピールしたポケモンをかなり驚かす。ちょっとココココイルでちょっとまた今度挑戦しましょう、時間があればということで。というわけで、サファリゾーンに戻ってきたんでね。行きましょう。サファリゾーンへようこそ。500円でポケモン捕まえ放題ゲームに参加しますか？はいよ。500円高いな。ちょっと俺今お金ないからな。500円の重みが。よーし。楽しみだな。どんなポケモンいいんだ？サファリゾーン。あ、何？それでは行ってらっしゃい。中に何かありました？私の声かけてくださいね。ポケモンに足食われましたとかそういうのでも大丈夫。お、もういきなり早速。あ、上？あ、やばい、間違えちゃった。違う。出てきて、出ろ、出ろよ、出ろよ。お、バカたれ。アホンダラだな、ほんと。何やってんだ、バカチンコ。栄養たっぷりの土を探しては埋まる。もう、どうでもいい。もう、即リターンですからね。これ、もう逃がします、これ、後で。ちょっと、そんな簡単に捕まえられんの、謎の草って。すごい苦戦した、もう。奥行こう、奥。違うんだよ、そんなんじゃないんだよ、俺が求めてるポケモンはよ。あ、これちょうどいいわ。今俺ね、そう、ダート自転車だからね。これどうやって行くの。来た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 。ジャンプ。よし、未知のゾーン来たよ。これなかなか行けないところでしょ。ラッキーじゃないといけないよ、これ。何これ。あ、来た。よし。何これ、これなんかさ、あ、なんだろう。おおお、ゴマゾウさんじゃないですか。これ捕まえるでしょ。やった、楽ちん。やった、捕まえた。ゴマゾウ、長鼻ポケモン。長い鼻を使って水浴びをする。仲間が集まってくると水をかけ合う。ずぶ濡れの体を水辺で乾かすよ。なるほどね。ゾウの花子って昔いたよね。知ってる人いるかな、ゾウの花子。俺ら世代だと結構ね、ドンピシャなんだけどね、ゾウの花子。まあ、あんまりね、あの、いいお話ではないんだよね。いいお話っていうか、なんかそういう、わけあいあいとしたお話ではないんだけど、ゾウの花子、ゲット。いいね、この調子でちょっとニューポケモンたちを。わあ、これ石粒で出てくるパターン。釣り人？ちょっと話しかけてみましょう。公園にいない水ポケモンを探しに来たんだけど、湖はどこにあるか示してるかい？そういえば俺さ、持ってないな、釣り竿。俺釣り竿に思ってないことに今気づいた。リゾチーム、あー、またバックが増えるよ。ちょっと今500円でまだゴマゾウしか捕まえてないんだが、ちょっと他にいないのか、いいポケモンは。ここで珍しいポケモンをたくさん捕まえて友達と交換するんだ。随分グローバルだな。ミス。いやー、嘘。あー、惜しい。
逃げんなよ、よしよし、もう一回もう一回もう一回、君で決めた。あーやばいかな。うわマジ、え、かなりレアリティ高いんじゃないの。ポロック置き場にポロック置きますか。ポロックなんか持ってないんだよ俺今。かなりレアリティ高いよね今の多分。マジかー。お、あんま違うな、なんか違うんだよな。なんか違うわ。ここの草むら当たりだわ。ちょ、ヘラクレス、ヘラクレス。お、あー男の子だな。あー花子、あー来た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 、よしよしよし。ちょっとさ、これ近づくってやつ試してみていい？近づく。お、こいつはもしかすると、もしかすると、お、よしまだある、ワンチャンスある、ワンチャンスある、ワンチャンスある、あらら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 ら、あやばい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 、よしよし、おし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 、いける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 、やばいな。ちょっとマジか、なんか1投目だよな、やっぱ1投目で捕まえないとな。向こうも短期だからな。また厳しい時間に入りますねこれは。また我慢の時間ですね。だーマジか。ちょっとさ、やっぱさ、ヘラクレス欲しい。うん、ヘラクレスにちょっと1000円課金するわ。もうあといくら課金すればいいか分かんないけど、ヘラクレスは結構な頻度で出るってことが分かったから、ちょっとで場所も分かってるから、でまだ全然見れてないじゃんここら辺。ちょっとじゃあ、ちょっとヘラクレス捕まえようマジで。うん、もう他のとこ見なくていい。あれどっちだっけ、あれやばい、あれ俺どこ、あ、ここ、あーあったあった、やばいやばい、迷子になるとこだった。危ねえ。ってことでちょっと捕まえに行きます。来た来たぞ来たぞー。ボールだな、やっぱり。ボールで心を通わせたい。うわマジか、あのメス一匹だけだったな。ああ、1500円。お、いきなり、あ、男の子か。来たー来たぞー、そろそろいいやろ。マジか、渋い。よーし頼む、ほんと頼む、もういい、もうほんと頼む、もうほんと頼むよ、頼む頼む。まだワンチャンある。いやー渋いだろう、3投目はいくらなんでも。やみそうやみそう、あーまだ行く4投目。こいつとのフィーリングは良さそうだぞ。え5投目、いいよそういうの、いいよ、持ち上げないで持ち上げないで、逃げて逃げて逃げて、本当に本末転倒だけど、もう逃げてほしい。もうやめて、これ以上俺を苦しめないで、僕のライフはゼロよ。あーマジで7投目。おいもういいよマジ、近づいてみる。お、なんだこの親近感、なんだなんだなんだ。おい、逃げなさすぎじゃない、なんなの。逃げないんだったら捕まれよ、どっちかにしろよ。なんだこいつは、おいなんだよ、10個目だぞ。逃げるか捕まるかはっきりしてほしいわ。おいおい、バグか。
捕まった。結局11投目でやったー、超嬉しい。ヘラクレス、一本ゾロポケモン。手足の鋭い爪が地面や樹木に深く食い込んで、自慢の爪で相手を投げ飛ばすとき思いっきり踏ん張るのだ。名前どうしようかな。皆さん、学歴詐称はやめましょう。ということで、まあお目当ての子捕まえたんで、多分この上は多分ここが限界なんだろうな。ちょっとどれぐらいあと歩数残ってるかわかんないんだけど、ちょっと下の方を見てみようか。ダメだったらもう500円課金するんで、ちょっと下の方見てみましょうか。まだ向こう行ってないよね。あ、戻ってきたね。ここ入り口でしょ。こっちは何があんだ。あ、なんか目当てらしい子ももう一匹ぐらい捕まえ、おお、あ、女の子だ。あ、そっか、あのね、堂々とね、メスの首の色ってベージュなんだよね。そこ豆知識、ここで豆知識を中披露していく。まあまあそううまくはいかないよね。よし、こいつもいいぞ、俺に認めてやがる。よし、ゲットした。いいね、幸先いいね、今回素晴らしいわ。収穫ありだわ。どうぞ、双子鳥ポケモン。双子鳥ポケモン、もう完全に名前あれでしょ。やっぱそのまんまだとさ、パクリになっちゃうじゃん。でもこれ進化したら頭3つになることに今気づいたわ。もう名前には触れません。さあ次、あ、このここら辺だね。まだ見てない、多分未開拓のゾーンでしょ。あ、湖あるじゃん。波乗りしてみるか。そう、釣り竿持ってないんだよね多分俺。あと 何歩歩いたらっていうのが出ないからさ、釣り竿多分、あ、持ってるわ。ボロの釣り竿だけ、なぜか。キバニアとか釣れたらいいね。ああ、来た来た来た。あ、逃げられた。ええ、結構難しい。合わせよう、慎重に。来た、合わせた、よし、ヒット。お、女の子らしいの出てきたけど、男の子なんだよな。来た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 。全然釣れなかったけど、やっと来た。あ、やっぱお前か。お、でも8レベだ、捕まえるか。8レベだっつうか女の子だ。まあこれぐらいのレベルだったらね、ちょろいよね。名前か、どうしよう。俺のさ、トサキンと金魚ポケモン、川や池を泳ぐことが大好きなので、水槽なんかに入れたら分厚いガラスの粒、いえ、怖そう。俺のさ、トサキンとの勝手なイメージで名前つけていい。俺の勝手なイメージなんだけど、これお嬢様っぽくない？というわけで先に進む。さあ、まあこれだよね、元気の塊。うわ、使いどころに困るやつだよね。これあんまり多分残り個数残ってないからなんだけど、ああやっぱりね。まあということなんで、そうね、もう一回だけ行って、あの奥さらに何かあるか見てみて終わりましょう。今回は結構だいぶ長くやったんでね、なんだかんだもうこれで5回目か。きちー。さて、さっきここまで来たよね。ということで、この上だよね。あ、なんか、水、あー、マッハ自転車じゃないと登れまてーんだ。ちょっとここら辺、なんかいるかな。おお、いきなり、男の子なんですよね。あ、ここキリン力地帯だわ。来た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 。一回近づくわ。まずフィーリングチェックから。よーし、いいぞ。まず第一関門クリア。次はボールを投げる。ボールでお友達になるわ。うん。いいね、いいね。ヘラクレスの経験があるからね、僕には。まあ。よし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 。いい子だ、いい子だ。いい子だね。もう一度し、あっちゃー。まあここでもキリン力地帯でしょ、2回連続で出たから。
多分次も謎の草か、ああもう呼ばなきゃよかった。来たね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 。さて、おっと、よーし、まあ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 、ダメだ、ちょっとこれ投げてダメだったら一回近づこう、うん、フィーリングチェック。おおこいつワンコロンもしねえ。あーでも逃げないんだよな。ちょっとやっぱフィーリングチェックを入ります。フィーリングチェック、うん、なんだろう、ちょっとこの子ちょっとおとぼけかな、もしかしたらおとぼけな気がする。なんだこいつ、さっきからワンコロンもしないぞ。逃げたし結局。ちょっとお口直しするわ。よし、お口直し成功。だいぶボール投げたけどね。ネイティか、ネイティ、小鳥ポケモン。ジャンプ力の発達したポケモン。大人の背丈以上ある高さの枝にひらりと飛び乗り、木の芽をついばむ。木の実じゃねえんだ。エスパーだろ。もうパッと見このイメージしかないんだよな。ははこれでいいや。卑弥呼様で。あ、様つけりゃよかった。失敗したな。お、そして男の子。嘘、ピカチュウ出てくんのここ。え、なんか驚きなんだけどさっきから。マジか、うわーマジか。あーそうなんだ、へえ。なんかやたらとこいつら普通に出てくるようになっちゃったな。困ったな。来たー、ラストだな多分。そろそろもうダメだろう。これダメだったら多分ダメだろう、時間的に。結構経ったからな。ラスト来い。よし、お一発、やったー。もう多分ラストだと思うんだよね。あと数歩歩いたら多分アウトだと思うから。キリンリキ、首長ポケモン。尻尾の脳は考え事ができないほど小さいけど、眠らなくても平気なので24時間あたりを見張り続けているぞ。すごいね、このさ、キリン力の説明なのにさ、この尻尾のさ、なんかマリオに出てくるワンワンみたいなやつの説明だけなんだよな。かわいそうだな、不遇だな、かわいそすぎるわ。え、名前どうする？じゃああれだな、俺の、結構俺の好きな、俺の好きなね、あの外国の女優さんの名前をいただきましょう。これでいきましょうね。俺レミゼ好きだからさ。やった、かわいい。あ、終わりだろう。もう多分ピカチュウバグだよな、あれ完全に。ピカチュウ出てきた時はドギモだったけどな。はい、お時間でーす。いやーでもまあ結構捕まえられたんでね、今回の回は割と良かったですね。ということで収穫を見ましょう。まず、あー、こいつまずリリース。一応技だけ見てみるか。どうせ粉しか覚えてないんだろう。うわ、ひで、ひで、あ、賢いんだ全部。へえ、嫌がらせのくせによ。さようなら、バイバイ謎の草。花子、ヘロッチョ。これもしかして俺間違えた。ヘラッチョだわ。お前間違えた名前。まあいいや、気にしないで。ハサウェイ、卑弥呼、お嬢、マドカドということでね。いやー、びっくりしました。ちょっと今気づいたけど名前を間違えてるわ。で、まあピカチュウが出るってことが分かったね。あれびっくりした、驚きだわ。ってことで、まあ結構長く遊んじゃったので、次回送り火山に向かいたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。